YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの中村です。エレルトです。横木です。リナです。はい、はい、はい。ということで、今回はですね、視聴者参加型企画の、はい、ファッションスナップコンテスト、はいはい、こちらの、エントリーがですね、はい、集まったということで、そのエントリーの内容っていうのを大公開しちゃいたいと思います。はい、はいはい。まあ、まずは本当ありがとうございます。ありがとうございます。結構集まりましたね。いや、かなりですよ。びっくりした。ライブのね、あれで始まったことから、あんな緩いスタートからこんなしっかりした企画になるなんて。そうそうそう、うん、しかも、まあ、結構 ね、勢いで募集したのになんと、はい、146スタイルのすごい、応募が集まりました。これは面白かったです、はい、見ましたけど、ちょっと、はい、見応えありましたね。かなり、うん、どんな雑誌のね、あのスナップよりも俺は面白かった。確かに確かに、やっぱりうちらよりもはるかに押されたという感じです、ね、すごい。みんな右たり来てますね。そう、そうですね、はい。まあ、そういうことでですね、ちょっと今から、自分たちもですね、こちらの内容っていうのを、今から、見ていきたいと思うんですけども、もともとですね、うちのスタッフが、この人気に入ったみたいな感じのことを、発表できたらなって思ってたんですけど、はい、ちょっと予想以上の、エントリー数ということだったんで、これはちょっと自分たちだけで決めるのはもったいないということで、はい、視聴者参加型の人気投票っていう期間を設けたいと思います。はい、お願いします。ということで、これ全員皆さん見れるってことですもんね。だからさっき言った146、はい、146スタイルのコーディネートを、今からですね、視聴者の皆さんと一緒にちょっと見ていきたいなと。いや、そう、絶対それ何より皆さん面白いと思う、本当にすごい、これ、はい、そうなんで、今からですね、ちょっと映像の方をお見せしたいと思いますので、はい、こちらになります。すごいでしょ、皆さん、楽しみでしょ、これ、はい、そして皆さん意外と欲しがりで出たがりだったって、みんなね、みんな恥ずかしいから、はい、来ない来ないとか言ってたら、みんな来る来る、みんな来る来る、出る出る、はい、ありがたいです、ほんと。海外からもね、ね、はい、そう、海外からも来てますからね。そうそう、海外から、新しい発見もあって、はい、ウィークリーコーディネート級の何、最大7だった、1人。いや、多分10ぐらいめちゃめちゃすごい。10ですけど、一応今回初めてだったので、はいはい、もうその全部投稿していただいた内容も全部お見せしたい。そう、だからもうノーカットですよ、はい、もう、はい、これ逆に投稿した人焦ってんじゃない、はい、全部出るんかいっていう、はい、大丈夫かな。ただ、なんでその複数ちょっと被ってる人いくつかこれからお見せする内容出てくるんですけども、はい、もう全部ですね、もう今回応募していただいた皆さんも全部ご紹介したいと思いますので、素晴らしい、はい、じゃあ今から、映像の方を見ていきたいと思います。お願いします、はい、いきますよ、はい、これ皆さんも同じ、そうそうそう、ナウローディング、はい、ナウローディング、ローディング、ゲームっぽいですね。ローディング3、2、1、スタート、はい、お、はい、来ました、はい、来ました、はい、コウ君、コウ君、なんかカンタロウ、爽やかね。しかもこのカンタロウさんは M47 セットアップです。これいつしかの番長と一緒だね、はい、うん、まあそうですね、はい、で次がこの小池さんの、あ、さっきのマルボロさん、さっきもありましたね。そうそう、早速複数投稿していただいてますね、はいはい、あ、これはそう3連続すごいですよね、このメタルソックスマン、メタルソックスマンさんすごい、確かに。しかもこのちょっと8番とか LL ウッド、そうね、サイドアップスタイル、あ、そうですね、はい、出た、あ、ミスターウォーターメロンさん、ウォーターメロンさん、キャラがすごい、もうキャラ立ちがせありですね、ね、はい、グッドマンさんもよくコメントいただきました。そうそうそう、ウォーターマンさん、メロンマンさん、はい、また来た、はい、複数どうも、リナちゃんも、はい、何、はい、スイカマンさんは、はい、プジョーのキャップかぶって、これはあれですね、バズリクソンのシャツかな、おしゃれです、ね、いや、もうなんかもうキャラで全部持ってってる、すごい結構いい感じですね、かわいいおじさんって、うん、あ、マルボロさんまた来た、はい、来ました、あ、来ましたね、ローゼロさん、手が込んでる、はい、チャーリーシーンさんも、これね、コメントいただいてます、分かるでしょ、はい、バレンシアガの靴履いてますね、うん、はい、おゼロさん、これなんですかね、おゼロさん、これなんだろう、これすごいよね、はい、これなんかどっかのあれですかね、背景を合成したそうですけどね、24番ワイパーナオトさんはスウェーデンのスリーピング、はい、うん、初期型の、うんうん、あとヒロミチェルさんはなんかオーバーオールにこれ、羽織ってますね、こういうスタイルが好きです、うん、フランス軍ですね、ね、あ、栗太郎さんはですね、あ、あんまりちょっとアイテム詳しくないそうだったので、はい、でも、このスタイル、ね、なんか今っぽく色なせてる感じがする、ね、はい、と、新田さん、そとあは乙女さん、ガクさん、ガクさん、うん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 、やっぱ47多いっすね、やっぱフランス軍入ってくるね、これね、ユーロミリタリーも多いですね、うん、はい、新田さん、スカート、あとデッキ、着物が可愛いっすよね、このスタイルもおしゃれ、うん、
ヤスさん、これヤスさんがね、もう今回もう本当すごいよ。俺も中村はちょっとヤスさんにもちょっとこれとかね、上下コックで揃えてるからね。コックだよ、すごいよ、すごい。これはどこ、あ、パンツがミリタリーか、一応右は。そう。でも買ったいいっすね。そうなんですよ、めっちゃマッチョ。42番いやこれ42番すごいですね、うん、しかもこれスイスのこれね、しかもこう玄関先で全部撮ってるこのなんかいろんな背景を考えるともうたまんないこれ、はい、しかも上下ロイヤルネイビーでしょ、はい、これ、うん、これなんか中村あれ意識じゃないですか。これはね、フカチャルオビルクス、はい、チェックブルームのグローバー着てらっしゃいますね。あ、来た来た、48のフーサイルはね、なかなかチェックブルーム、あ、出た、秋色ミリキャンプさんの空港のウッドランド、プーさんもチェコのあれチェコにあるエイドロップ、うん、いいですね。でまたキヒロさんとミリスベリヒユさんもチェコに来てますね、うんうん、ファルマンソンさんもなんかなかなか可愛いらしい、うん、ロシアとフランス、うん、そう、あとカンさん、あ、これいいですね、ネクタイとかでね、そうそう、このオーバーを上の上にペスト合わせるのがちょっとだからちょっと番長好みだね、今のね。でも977の9番さんはこれ中村ね、よりあるじゃないですか、はい、うん、しかも国鉄のパンツ、そうそうそう、すごい、しかもオレンジのロットのキャプテンしたらさっきニット帽、あらまあ、はい、ライ17さんもよくコメントいただいてます、ね、うん、そうですね、うん、はい、リーバイスのブラックデニムに、ブラックデニムにロイヤルネイビーかな、あとワイパーのスウェット着た、あ、マルボロ801さん、ありがとうございます。また63番のエンディさんは兄貴ベッチュノルサンパリュー、はい、あ、ワイルドキャットさん好きですね、ワイルドキャットさんも名前の通りさん、こっちがね、ね、ワイルドキャットさん、ちなみにあれですよ、車めちゃくちゃすごいですからね、あ、そうなの、はい、友達インサポロさん、ヒロミッチェルさん2枚と、はい、こちゃんさんですかね、はい、もう完全中村っすね、これ、はい、うん、そうね、最後中村さん、こちゃんさんね、そう、ここはもう常連さんな、うん、そうです、アキヒロさんもこれキャンプスタイル、キャンプスタイル、よく見るよ、よく見るえ、これインスタライブ中これよく見るこの名前、47セットさすがやな、渋いな、あ、あとこの、ね、そう、アラマスドミさんすごかったよね、これ、あれ、オーボール可愛いですね、これこの前お電話でお話しさせていただきました、うん、あ、そうなんだ、アラマスドミさん、はい、しかも、お家の中でこんなん、はい、すごいな、おしゃれワイパーインのアイテムも結構いらっしゃいますね、はい、うん、タヌキさんタヌタヌキさんドイツ軍のジャケットに、でまたバラマスゾンビさん、松本さん、なんか喋ってる、今っぽいね、松本さんも今っぽいですね、アイテムのチョイス、なんとなくわかる、いやこれアキロ完全中村やん、これ、はい、ロイヤルネイビーロイヤルネイビーのセット、ちょっと攻撃的じゃないかと思って怖くない、ちょっとヤジみたいな、まさに阪神ファンみたいな感じ、まさに同じところで、はい、あ、本当だ本当だ、取り合ったのかな、プーさんかな、はい、あ、なんか西川さんは、あ、ちょっと今こういう地図図のスリーピン系かな、うん、なんか後止め系ですかね、はい、なんかさ、ハリハリさん2枚と、ポンチャンさん、いい、ポンチャンさん、いいね、やっぱこれこういう大人の憧れ、いいよね、いい感じのアイビールックな感じで、はい、そうですね、はい、中東のつくよみさん、そう、パレスチナ、これはすごい、ノースリーブ、中東ですね、ノースリーブ、もう傭兵みたいな、すごいな、あ、来ました、あ、ポンチャンさんね、ポンチャンさんまた来て、あ、ションベッコ101さん、キャッシュ、マーフェさん、ありがとうございます、これエビ取りね、はい、秋広さんに、ウエチさんかな、ウエチさん、はい、あ、なんか大人ですね、うん、結構腕時計の使い方、ね、大人ですね、大人、うん、スケスタイル、はい、マルボロさん、大輔さんもちょっとね、大輔さんもいいですね、こっちの感じもいいですね、うん、オランダじゃないの、そう、ダブルフェイス、あ、ダブルフェイス、いいですね、シルエットから、はい、このゾーンちょっとね、攻めてるゾーンですね、はい、来てらっしゃいますね、カッキセエタさん好きですね、これ、はい、オールイギリス、いいですね、雰囲気ですね、あ、これカッキセエタさん、すごいね、でもアウターをメインに着回しの、メガネからヒゲまでこれちょっと好みですね、昔のエスタケさんみたいな、モストサイクルとか、あ、これうちのペンタイル、あ、ペンタイルじゃない、あ、ワイパーインって書いてある、すごいすごい、いいですね、これジュアさんも結構品がいい感じ、そうですね、何トレンディー感が今、すごいいきなりトレンディー来たんだよ、ジュアさんはエグのシャツを買おうか、サファリみたいな、あ、この人だって、あ、原健さん来たね、ですね、原健さんありがとうございます、どうも、以前からうちもお付き合い、そうそう、ね、WMW でご来店いただきましたよね、そうですね、はい、来店いただいて、うん、あ、俺これ見たらこの3人組なんかいいなと思って、はい、多分国
ちらは今からちょっと複数続くんですけど、はい、一番右のメガネの方は私に似てますね、はい、似てるあとこれ、ね、うん、スマイさんがね、チョコプラの長田に似てるあ、いいパパ、さっきの3人組の人でしょ、長田いちごさん、いいですね、ほらほら、エビ取り来ました、ありがとうございます。女性の方もすごいミリタリーになってます、はい、想像が入りましたよ、ね、この中いいね、エルルさんこっちにおるっていうね、はい、とオーモリンピックさん、タデスカコロクさん、松本さんと、ね、サスペンダー使いいいですね、モーターサイクルのパンツですかね、はい、130松本さんさっき小物使いね、やっぱいい、かわいいですね、バックも変わったバックばっかり使ってるんですね、はい、国蔵さんに、はい、アッシュさん、はい、アッシュさん、あ、いい感じ、渋いですね、アッシュさん結構ね、マティブが、あとは木田さん、ありがとうございます、ダブルエンダブルで一緒に加入してもらった、はい、あ、女性の方もミーさん、そうですね、かっこいい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 、バイク乗ってる人ってことだね、ケイキさん、フーさんもまた来ましたね、スタイルいいですね、足長、足長、2人とも大丈夫、おじやさんってあれ、ケントさんに似てません、あ、確かにシルエットが、はい、で、最後はですね、松本さん、ダブル等々で、ダブル、いいですね、以上になります、もう終わった、もう終わった、終わった、終わった、終、はい、もうちょっと深掘りしてね、はい、見たかったけど仕方ない、はい、今回はそうですね、はい、はいはい、ということで、はいはいはい、じゃあちょっと閉じちゃいましょうかね、はい、なんか結構知らない方いっぱいいらっしゃいましたね、やっぱ構成的なものからバランスがいい、なんか面白いね、はい、やっぱね、でもエビ反りが2組もいましたよ、そう、なんか結構浸透してる、浸透してる、そうなんですよね、エビ反りした人を落とします、嘘です、ヤジの対象になります、嘘マイナス5ポイントですよ、いや私がプラス100ポイント番長色強いの初めて、まあまあという感じで、まあ、全てこの全146コーデを、はい、今からですね、あの概要欄に書いてある、はい、応募フォームの方からですね、うんうん、1人3つまで、はい、選択いただけますので、それをですね、期間設けて、集計をしてですね、まあ、次回の動画では、はい、まあ、その上位の、メンバーの方をですね、ご紹介できたらいいかなと思います、はい、すげえ、ちなみに入賞ってなんか何人までって、そんな、うん、まあ、ちょっとごめんなさい、そこら辺も決めてないんですけど、ただ、はい、あの本当は自分たちもちょっとこのなんだろう、中村チョイスとか横木チョイスみたいなのをちょっと やろうと思ってたんで、はい、まあ、さらにその途中経過、それを発表した後に、はい、自分たちが、またさらに選んでいきたいなと思ってます、すげえ、なんか均等に割れたらすごそう、大接戦だったらあるよね、まあ、あの本当だから視聴者さんのうちのを見てるお客様たちの、まあ、その好みっていうのがすごいダイレクトに反映されるんじゃないかなと思います、これなんかいろんなスタイルが投票する人ですね、でもいろいろチョレさんやけどね、いやそれはそれであるってことでしょ、俺が一番おしゃれなんだっつって、ね、そうですよね、それわかる、はい、だから鈴木だけわかるんでしょ、それは、いや、そういうのもあると思うので、はい、今回はあの、はい、いつもだったらですね、うんうん、あの個人情報だったりとかメールアドレスとかを、入力してもらってるんですけど、今回もう無記名で、あ、匿名でできる、匿名というか無記名でできるんだ、はい、なるほど、絶対入れるな、そうしたら、ちなみに1回までしかできない、あの Google アカウントの、1つの、うん、アカウントにつき、1人1回の投稿、なんで1アカウントで、はい、3人選べるって感じですね、私なら全部自分に入れちゃうかな、さすが自分大好き全然それもあり、それでしかも1位2位3位で選ぶんやと、はい、そうです、なので、まあ、今のところですね、まあ、その一番好きな人、2番目に好きな人、3番目に好きな人っていう感じでしてるので、1番目に好きな人にはまあじゃあ3ポイントとか、はい、うん、で2番目に好きな人は2ポイントで、3番目に好きな人は1ポイントみたいな感じで、それぞれの、投票をですね集計して、うんうん、ランキングっていうのを出していこうかなと思います、はい、はい、嬉しいよね、1位とかだったらね、いや本当これはね、本当これはでもあのバリエーションっていうかすごい、あの着こなしの幅が様々だったんで、そうですね、今回アメカジから誰が上位になるかは全く想像がつかない、参考になるっすよね、すごい面白かった、いやこれいろいろ見ててね、おしゃれな感じの人とも好きなのが伝わってくる人となんかいろいろいて、うん、面白い、そう、そんな感じで、まあ、今回ですね、はい、途中経過の発表ということでした、うん、はい、はい、なので、また次回ですね、こんな感じで、続き、ね、後編をお届けしたいと思います、はい、そうですね、ミリタリーは楽しいもん勝ちです、はい、秋冬やりたいですね、はい、やりたい、まあ、そうそう、結構だから秋冬バージョンもお願いしますみたいな声もたくさんいただきました、はい、でもこれ今回結構秋っぽくなかったですか、確かに、まあ、そうですね、やっぱミリタリー春秋みたいな時期的な、うん、そう、なんで、まあ、そこら辺も、まあ、あの我々選ぶときは、まあ、審査の対象とか春夏コーデということで、なんで触られたんですか、確かに肩をポンするけさ、ポンポンされるすごいメッセージ性感じるわ、そうなんかこうね、重たいよね早く終わらせろっていう意味ですかね、はい
はい、ということで、はい、まあ、今回ですね、あのそういった感じの、まあ、途中経過の発表ということで、動画の方終わりたいと思います。はい、はい、何より皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ご参加いただいた皆様、はい、わざわざこれのために購入してくださった。いや本当マジで、はい、そうだそうだ、あれを撮った背景とかいろいろ考えるとマジで本当感謝です、はい、本当すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあもうこの企画がもし良かったなと思う方はぜひグッドボタンお願いします。はい、間違いない、はい、内容によっては第2弾もありえるかもしれません。はい、はいはい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら、はい、どうもまたね。